ごきげんよう、タコポンドです。さあ、今回もこの世界で武器を作ってそれを売ろう、まあ、武器屋さんをね、今回もやっていくか。さあ、まず開いて早速オープン。これで人来るよ。で、ちょっとね、これまあお金がなくなっちゃうと何もできなくなっちゃうんでね、一回ちょっとやり直しました。まあ、だからね、今回はお金がなくならないようにね、ちゃんとやっていかないと、しっかり。さあ、早速来たよ。よっしゃっせー。さあ、やっていこう。さあ、今回、コッパートゥーハンドアックス。まあ、両手斧だね。両手斧を作ってほしいという感じなんで、早速作ろう。さあ、まずこれ焼いといて。いい、焼けてるねー。おっと、危ない。僕も焼けてた。危ないよー。よし。じゃあ、熱々のこの、銅だね。銅を3つ並べよう。両手だからね。デカめの斧。作らないといけないって感じか。これだね、斧。さあ、もう結構やり直したから、やり直ってるんだよね。よし、できた。まあ、前回ね、ちょっと初めてのプレイだから、いろいろわからないことあったけど、もうこれやり慣れたプロの動き。さあ、そしてね、設計図もここに置いときました。わかりやすくね。よし、置いとこう。おっと、やばいぞ。ちょっと、置き方が難しい。ひっくり返っちゃったよ。よし、戻ったか。この動きね。ここもプロの動き。さあ、いいぞ。それから両手斧だから、これだね。長めの持つ場所。さあ、お客さんできましたよ。どうでしょうか、これ。ありがとうございました。また、ご来店お待ちしてまーす。マイドリー。いらっしゃいませ。いかがですか?売ってますよ、マイドリー。いらっしゃいませ。いかがですか?売ってますよ。これがプロだからね。お客さん一人一人にちゃんとこういう接し方をする。これがプロです。さあ、お客さん来ないな。あ、来た来た。まあ、一人いなくなったらまた来る感じだね。で、ちょっとその間暇なんで、ちょっとここら辺見とくか。あ、チーズある。これちょっとここら辺に置いたらいいんじゃない？武器屋さんだけど、ここに置いとくことによって、来た来た。お、久せ。ヘルメットつけてる。ってことは、コッパーピッケルって感じか。ピッケルだね。こういう、ま、武器以外にも道具も作ってほしいっていう人も来るからね。じゃ、ピッケルは、これかな。長めの持つ場所を。これだね。これが必要なんで、ここに置いとこう。じゃ、ピッケル作ってくか。ピッケルも、3つかな?これ。よし。で、おっと、間違えた。形は、斧の形なんだよね。確か、ピッケルは。これで、叩いていこう、じゃあ。さあ、お客さん、いいピッケル作るよ。これは斧。一つ叩くと、ピッケルになった。こういうことだね。冷やして、と、と。さあ、これで、いい鉱石を取ってくるんだぞ。さあ、つけて、と。さあ、お客さんできましたよ。試し打ちしてみよう。はい。あ、ちょっと取られたか。まあいいや。さあ、これで、まあだいぶ、お金も貯まってきたんじゃない？まあ、なくならないようにね、やっていこう。さ、リンゴをここに置いてと。いいね。このチーズとリンゴの香りでね、お客さんやってくると思うから。さ、他には、あ、このお酒もお酒かな、まあ、コップも置いとこう。よし、おっと、やばいぞ、チーズが。汚い、汚い。よし。まあ大丈夫だよ、これ。これは食べるものじゃなくて飾りだからね。よーし、飾りとして置いとこう。
さらに、あ、かぼちゃもあるね。かぼちゃも置いとくか。さあ、いらっしゃいませ。さあ、お客さん何がいいですか？今回取れたのね、これかぼちゃっすね。そしてチーズも売ってますよ。あ、武器が欲しいんだね。さあ、武器。さあ、コッパーワンハンドソード。ソードか、剣だね。まあ、片手の剣だね。片手の剣作っていこう。まあ、剣は初めてなんじゃないかな。二つかな？剣は。で、形はこれで、さあ、作っていこう。いい剣。すべてを切っていく剣作っていくよ。レベル上がったね。レベルもなんか上がるみたいで、ステータス触れるんでね。適当にこう振っとこう。よし、形はこれかな？冷やしとこう。さあ、お客さんできましたよ。片手だから小さめの、この持つ場所。さあ、あ、つけられないな。これが必要か。剣ってこういう形だからね。まずこれをつけなくちゃいけないってことか。おーっと、ついてついた。さあ、できましたよ、剣。ほい。あと、おっと？ここから取った。すごい。バイダリー。お金はでも、228コイン。結構溜まってきたね。これだけあればなくなることはないじゃないか。ただちょっと銅がなくなってきたから注文しとこう。アマゾンで。さあ、この世界のアマゾン。10個ぐらい一気に注文しとこうかな。さあ、これで、届いた。さあ、来た来た。銅10個。よーし、ここに入れてこう。まあ、この作業は結構面倒だけど。よし。さあ、これで全部だね。温めといて。さあ、あっしゃせー、来てたか。今回もまた、ピッケルだね。さあ、わかりました。じゃあ、プロの動き、一瞬で作るぞ。おっと、やばいやばい。一個入れといて、さあ、ここで三つ。さあ、形は斧だね。よし。さあ、素晴らしいピッケル。何でも掘れるピッケル。作っとこう。ピッケルは掘るもんじゃないか。さあ、この速さ。どうですか？あ、持つ部分がなかったか。持つ部分も注文しとこう。ある程度こう注文しとこうかな。いくつか。さあ、これで、来た来た。さあ、これをつけて、できましたよ、ピッケル。さあ、これで、働くんだぞ。ほら。おっと、ここから取ったか。ちょっと遊ぼうと思ったけど。ま、前撮り。また来てね。前撮り。頑張ってよ。前撮り。二つ買わない？ピッケル。もう一つ買ってかない？マイドリー。じゃあね。あ、消えた。ここにたどり着くと消えるんだね。そういう仕組みか。さあ、次のお客さん来るかな？やってかないと。あれ来ないぞ？もう夜か。暗くなってる。夜は来ないんだよね。じゃあ今日はここら辺で終わりかな。とりあえずこれはここら辺にしまっとこう。よーし、これで完全にもうお客さん来ないね。早いな、夜になるの。で、ベッドに寝れないんだよね。どうやら疲れないと寝れないみたいなんだよね。で、疲れるには、この世界で16時間経たないと疲れないみたいなんで、まだ寝れないって感じか。よし、とりあえず店は閉めといて。
もう暇だからね、疲れるまで、なんか冒険しよう。まあ、結構、お店で販売する以外にも、なんかいろいろこう、街を探索することができるんだよね。お疲れさーん。こっちなんか、城がある。なんだこの城、行ってみよう。うわ、星が綺麗だな、でも。さあ、何が待ってるんだ、この城は。うわ、暗くなってきた。うわ、怖いよ。モンスターとか来ないよね。武器持ってないよ。星が綺麗だ。まあ、星見ながらね、行こう。怖いから。さあ、たどり着いたぞ。なんだこの城。行けそうだね、中。行ってみよう。お邪魔しまーす。何ここ。暗い。怖いよ。誰かいる。王様の部屋ここ。なんか教会っぽいな。これ教会のマークだね。そういう場所だったか。こいつ何もできないな。なんだ、なにこれ。お?これはなんだ?おーっと、動いた!やばい。ちょっとこれ。元の場所に。おー、取れる。一応これなんか取れるんだね。お、綺麗だ。なにこれ。謎の。アイテム。もらおう。ここにもなんかあるね。ま、とりあえずこれもらってこ。いただきまーす。盗んでないよ。いただきまーす。ま、綺麗だなー。これ店に飾りたいなー。ちょっとこういう店もね、華やかにしていかないと。お客さんね、どんどん来るようにね、やっていこう。なんだろう、でも光ってる。宇宙と同じ。もう宇宙のパワーを感じるな。武器屋さん見えてきたよ。これどこに飾ろうかな。あ、やばい、人がいる。ちょっとこれ、盗んだように見えるな。隠しそう。ちょっとこの中に入れとこうかな。まあいいや、中に入れとこう。盗まれるし。これ僕のものだからね、誰も盗まないでね。さあ。おっと。どうしようかな。ここら辺、こっちでいいかな。でも離しちゃうと、光が消えちゃうんだよね。なんか空中で浮いてるけど。このベッドの隣に置いとこう。これでぐっすり寝られるぞー。てかもうなんか明るくなってるな。まだ疲れてないから寝れないけど。いや、どうしよう、寝れないな、まだ。もう朝になりそう。とりあえず今回はね、ここで終わろうかな。まあ、疲れちゃうとダッシュができなくなっちゃうみたいなんでね。まあ、疲れたら寝るけど。まあ、2日目はこの辺で終わろうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。